H&K 社では5 5 6 x 4 5ト、mm、ルナトウ弾を使用するアサルトライフルである H&KHK33 をグループ2に分類しており、これを元にして特殊作戦などの用途を狙い、重心などを短縮化したのが HK53 である。HK53 は HK33 シリーズよりも重心を1 7 9ト、mm、ル短縮しており、 全長にして 160mm、145mm の短縮を実現している。これは QX19mm パラベラム弾を使用する短期間銃である H&KMP5 の伸縮式、重症採用型に近い大きさである。このためサブマシンガンと呼称される場合もある。作動機構は、 HK33 と同様に、ローラー遅延式ブローバックを採用し、トリガーグループなど、一部の部品については、MP5 との互換性が確保されている。HK33 シリーズが A、A1、A2 から A3、A4 に発展するに従って、HK53 も A3 準拠のモデルが開発された。また、走行者の銃眼から射撃できるように、再設計された。 HK53FPW が派生したほか、H&KG3 以来引き継がれてきた金属製ドラム型照準機の代わりに1.5倍の光学スコープを固定装備したグレーンにも開発された。ありがとうございます。